はい、どうも皆さんこんにちは、オックスアウトです。今回ねご紹介するのはこちらの、ソニーから発表された新しいミラーレス一眼カメラ α7C になります。今回この α7C を先行して使わせてもらっていて、僕のね日常の風景やあのプチ旅行っていうのをね、あのまあこう映画風に編集したあのシネマティック Vlog っていうのもあの別途ね公開されていますので、ぜひねあのそちらの方もあのご覧いただければなというふうに思うんですけど、今日はその撮影で使ってみたこのね α7C の使用感っていうのを、まあ、皆さんにねお伝えできればなというふうに思っています。まずその前にこの α7C が一体どういったカメラなのかっていう特徴をまず最初にお伝えすると、あのこれまでのね α7 シリーズの中であの最も小型で軽量なあのフルサイズのセンサーを搭載したカメラというふうになってます。ソニーのミラーレスカメラには α7 シリーズの他に α6000 っていうねあのより小型で軽量なラインナップもあるんですけど、この α6000 シリーズっていうのはあのセンサーがねフルサイズじゃなくてあの一回り小さい APS-C になってるんですよ。まあよりこうなんていうかね普段使いがしやすいカメラといったね、感じになってます。フルサイズのセンサーを搭載しているカメラってやっぱこうプロのねカメラマンだったりあの趣味でやってる人であってもそのクオリティっていうのをあの非常に重視するような人がねあの使うようなカメラなんですけど、この α7C はフルサイズのセンサーを搭載しているにもかかわらず、カメラ本体はこの α6000 シリーズ並みにあの小型軽量となってるっていうねあのそんな特徴を持ったカメラになっています。あのフルサイズって僕さっきあのプロが使うって言ったんですけど、まあ、これね誤解しないでほしいのがあのプロが使うイコール扱うのが難しいってことではなくて、これねむしろ逆なんですよ。例えばなんですけどあの皆さんね使っているスマホのカメラで、暗いところでね撮影するとこうノイズが多くなっちゃってこう画質がね悪くなってしまったりだとか、あとこうね夕日とかでめちゃめちゃ綺麗でわこれめっちゃ映えそうとか思ってはいチーズなんてこれ撮ったらあの逆光でねこう全然映えてない感じの仕上がりになっちゃったなんてあの結構ね経験したことがある人も多いと思うんですけど、あれっていうのはねスマホのセンサーのサイズが小さいから起こるんですよ。フルサイズのセンサーってそのねこのスマホのセンサーと比較すると、まあ、大体ねこう30倍ぐらいの大きさなので、そういったね撮影をするのがこう難しい環境でもしっかり撮れるっていう、あのだからねこれねプロの人が使ってるってことなんですよ。もちろんあの写真や映像の良し悪しっていうのはねあの画質だけじゃもうこれは全然ないんですけど、ただね僕も実際にこのプロのカメラマンではないもののそこそこ綺麗な写真が撮れるのは、まあ、本当にねこのフルサイズのおかげだなというふうに思ってます。またねあのフルサイズっていうこと以外の機能も非常に充実していて、あのまずね画素数は2420万画素になります。オートフォーカスも非常に速くて正確で、もちろんリアルタイム瞳 AF だったりだとか、あとはねリアルタイムトラッキングにも対応してます。さらにあの5段のボディ内手ブレ補正もついていて、夜間でのねあの撮影ではもちろんなんですけど動画でもねこれかなりねあの手ブレっていうのを軽減してくれます。あと写真の連写性能はというと、まあ、こんな感じでねあの秒間10コマということでね結構早いです。シャッター音も気持ちいい感じでね撮っててねすごい楽しいです。操作性はというとあのねシャッターとあの録画ボタンっていうのがそれぞれね大きくこうカメラのねこの上の方についていたりとか、あとはねこのモードダイヤル、これねあらかじめ自分の好みの設定を登録できるあの呼び出し機能みたいなものがねこう3つもあるんですよ。僕動画なんかでいろんなね解像度だったりだとか、まあ、フレームレートを使い分けているので、これねほんと非常にありがたいんですよこれ。ただねあのカスタムボタンっていうのがあって、これはね α7-3 と比べると少なく1つになってしまっているんですけど、カスタムボタンが何かっていうとね、あの本当カメラの中の好きな機能っていうのを、まあ、単純に割り当てられる、まあ、ボタンなんですけど、まあ、これが1つっていうよりはもう1個ぐらい欲しかったなっていう、まあ、思うところはあるんですけど、まあねその分このサイズが非常にちっちゃくなったので、まあ致し方ないかなっていう、まあ感じですかね。あとはあの個人的にね初体験ということもあって一番感動したのは、これまでねあのチルト可動式モニターだったのがさらに進化して、はい、こんな感じでねバリアングルモニターになったんですよ。でこれがねまあ使い勝手がいいんですよ。あのカメラをねこうやってねこう縦に構えたりだとか、まあ、もちろん横に構えたりだとか、そういった状態でねこういうハイアングルだったりだとかローアングル、こういったね、撮影をしたとしてもしっかりねこうモニターをねこう見ることができるんですよ。構図もしっかり撮ることができますし、またね僕はあの動画を撮影する際にこうジンバルに載せることも結構多いんですけど、あのこのね
モニターの位置がカメラの横になったことで、まあ、当然非常に見やすくなったっていうのもありますし、これまでのチルト式モニターだとジンバルをね動かした際にねちょっとぶつかっちゃうなんていうこともね、まあ、少なくはなかったので、ここがね改善されたっていうのはね本当非常に嬉しいポイントでした。でまたね今回の α7C は、カラーバリエーションがなんとありまして、従来のね武骨でかっこいいこうブラック一色の他にも、ここにあるねこんな感じの、天板部分がシルバーになってねすごくカジュアルでおしゃれになったね、まあ、このカラーバリエーションが2種類あります。で僕はね結構どっちも好きなんですけど、僕の奥さんなんかはね結構このうちのシルバーの方をねよく好んで使っていて、やっぱりね女性にはね結構このシルバーが好まれるのかななんていうふうに、思ってます。で僕はね今回この撮影に α7C を使わせてもらって公園に散歩に行ってみたりだとか、あとちょっとねこう遠出した時になんかこう使ってみたんですけど、まあ撮影がね本当楽でした。僕は α7-3 と α6400 をそれぞれね作品撮り用と Vlog 用っていう形でこれ使い分けてたんですよ。なのでこれ常にね2台持ち歩かなきゃいけなかったんですけど、この α7C が1人ね2役こなせてしまうので本当にねこの1台を持ち歩くだけでいいのでね、本当にこう撮影が楽になったし、ちょっとしたお出かけだったりだとか旅行そのものがね非常に楽しくなりました。ちなみに今回このねボディだけじゃなくて、ここについてるレンズっていうのはこの α7C の、レンズキットについてくるレンズになってまして、でこれもね新しいものなんですけど 28mm から 60mm の、ズームレンズになってます。こちらもね非常に軽くてねコンパクトですごく好印象でした。あとソニーのね最近の傾向として、写真だけじゃなくて動画にもね本当非常に力を入れてくれてるんだなっていうことがねアクセサリー類のね豊富さからもね伺えるんですよ。中でもね今回使用したこのグリップとマイク、これはね本当非常に使い勝手が良かったです。グリップはですねこんな感じでカメラの下にねこうやってつけてあげるんですよ。こうネジをくるくるくるっと回してあげて、こんな感じで、こうカメラをねこうやって持って、でここにねいろいろボタンがついてるんですよ。でカメラを操作する、まあ、録画ボタンだりだったとか、あとはもうシャッターボタンだったりとかズームボタンだったりとか、今いろいろついてるんですけど、このグリップとカメラっていうのが、まあ、Bluetooth 接続になっているので、一回ねペアリングしてしまえばもうねまあ、カメラを起動するだけですぐに使うことができます。でさらにこっちのマイクなんですよ。これ、ね、このマイクも、ここのカメラの上にこうホットシューっていうのがあるんですけど、ここにねこんな形でカチャッとよいしょ、はい、こうやってねはめてあげるんですよ。でこれだけでねちゃんとね音声を録画することができて、普通だったらマイクとカメラここをねケーブルでつないでやって、アナログでねこの音声っていうのを取り込んであげなきゃいけないんですけど、ただこのマイクはデジタルで全くケーブルも必要なくね非常にクリアな音っていうのを映像の中にそのまま録音できるので、本当にこのグリップをつけて、マイクをつけてこうやってやるだけでねもうすぐにね動画の撮影ができるっていうね。あとはねこのここにねこうボタンがついてて、ここを押してあげることによってこうやってカチャッと360度回すことができるんですよ。なので僕はね普段こんな形で撮影しながらちょっとね Vlog なんかも撮ろうかなと思ったら、こうやってくるっと回してモニターをこうやって開くだけで、まあ、Vlog モードにすぐ切り替えられるっていうね、本当にこの2つはね便利なのでね、ソニーのカメラで、動画を撮るんだったら僕はね強くおすすめしたいなというふうに思います。はい、ちょっとね駆け足になってしまったんですけど、α7C のファーストインプレッションということで、本日の動画は以上となります。発売までねまだしばらく時間はあるので、これからね写真や動画を始めてみたいと思っている方や、まあ、今ね APS-C 機を使って、まあ、フルサイズにステップアップしたいなという方、プロの方でも小型軽量なフルサイズのサブ機が欲しいななんてね、思っている方にはねぜひ検討していただければなというふうに、思います。今後僕のチャンネルの方ではこの α7C を使ったね動画っていうのもまたちょこちょこねアップしていきたいなというふうに思っているので、気になる方はねぜひチャンネル登録の方もねしていただければなというふうに思います。はい、それではね次の動画でお会いしましょう。ピース。